タンピコはアメリカ合衆国入りの一州、ホワイトサイド群に位置する村である。2010年の国勢調査の時点で村の総人口は790人で、2000年の国勢調査の772人から増加している。タンピコ村は1861年に設立された。1871年には鉄道運行を開始したものの、80年代初頭に撤去された。 第33代カリフォルニア州知事、第40代アメリカ合衆国大統領を歴任したロナルド・レーガンは同地の出身である。イリノイ州内での1北緯41度37分50秒、整形89度47分07秒、北緯41.63056度整形89.78528度、 41.63056-89.78528単ピコは、北斐41度37分50秒整形89度47分07秒、北斐41.63056度整形89.78528度 41.、41.63056-89.78528にある。アメリカが収国統計局によると、 この村の総面積は 1.01km にで、すべてが陸地である。世帯数は292世帯、33.2%は18歳未満の子供が同居、57.2%は夫婦同居、9.2%は夫のいない、女性世帯主、29.5%は非家族であった。世帯の24.7%が一人で、 13.0%が65歳以上の一人でした。一世帯あたりの平均人数は2.64人であり、家庭の場合は3.10人である。ありがとうございます。